凱旋門から車で15分ピエール小木が案内するのは広大な森林公園ブローニュの森。実は凱旋門賞が行われるロンシャン競馬場もこのブローニュの森の中に作られている。どうですか、空気いいでしょ、この辺もね。気持ちいい、緑が多くてね、はい、ここはねすごいんですよ。あの皆さんやっぱあの、うん、有名な、うん、ナポレオン3世が作った巨大な森林公園なんですね、この辺も。広い、ちょっと待って、うん、すげえあいついい足してんじゃん、あれ。え、何、誰、おいお前いい足してんな、おい、あんまやろう、あんまやろう、いい足してやがって、お前誰は、誰紹介しましょうか、じゃあ、私の秘書のミッシェルです。はじめまして、ミッシェル、うん、ミッシェルさん、よろしくお願いします。あの店は予約できてる？あ、もちろん大丈夫です。大丈夫、大丈夫です。今日もお仕置きしちゃうよ。やめなさいよ、本当に。あ、来ましたよ、ここですよ、ここ。こちらのホテルなんですよ。ホテル？レストラン。あ、レストラン。ね、やっぱフランスに来たら本場のフランス料理食べたいでしょ。食べたい、食べたい、食べたい、食べたい。こちらがまたすごいね、レストランなんですよね。凱旋門賞の日もすでに馬主さんや競馬関係者の予約でいっぱいという名店なんですね。そういう本当に VIP の方たちが来るようなお店。そうなんですよ。あったあった、これだ、これ、ほら見てください、ミシュランの、ほら、あ、ほんとだ、2012、今年ミシュランで星をもらってるってこと？星もらってんですよ、ちゃんと。すごい、ちゃんといただいてます。1857年に創業、以来150年の歴史を持つフレンチレストラン、ラ・グラン・カスカード。このレストラン、実はかのフランスの皇帝ナポレオン3世によって建てられたもの。150年以上経った今も建物はその当時のまま残されており、1970年に初めて獲得したミシュランの星を今日まで40年以上にわたり一度も欠かすことがないという名店。皆さん、実はですね、まあ、この店はなんとですね、あんまこう私も自慢はしたくないんですけども、はい、あのビルデンシュタイン家の人々とか、カリム・アガカーン殿下とか、あとあのイヴ・サンマルタンとかを訪れてるんですよね。全部知らないだろう。あのね、凱旋門賞でもやっぱこう何度もという勝利しているオーナーブリーダーさんと凱旋門賞4回も勝ってる名ジョッキーなんですよ。カンペ読みすぎですよ。そんなトーンで言われたって何の説得力もないでしょ。すごいジョッキーなの、だから世界一の凱旋門で勝利できるほどの強運を持つ競馬界の大物に皆さんもあやかっていただけるようにね、うん、こちらですね、うん、私のセレクトした凱旋門賞コースを特別に用意しました。凱旋門賞コースですよ。食べるとじゃあ運が良くなる。そうだって、それなりのやっぱ人が来てますから。いいですね、日本でのカツカレーみたいなもんですね。そういうもんですよ。そういうのいただけるんですよ。食べたい、食べたい、食べたい。カツカレーの方持ってきてくれるじゃん。カツカレーじゃないよ。いや、それ今俺が例えで言ったやつだ。振られちゃってるから。持ってきてるじゃん。ミシェル持ってるんだけど、え、どうした、急に。あれ、落としちゃった。小芝居入ったぞ。何、うん、だろうよ、こっちは。多いな、お前そのミスな。ごめんなさい。ミシェルよくやることなんだけどさ、ミシェルって3人しか予約してないんで、いつも3人でやっちゃったの。なんとうっかり料理が1人分足りないことが発覚と、秘書のミシェルからこんな提案が。フランス式のじゃんけんがあるとか。え、フランスでもじゃんけんあんの？なんかそういうので決めたらいいんじゃねえかって。どういうやつなんだよ、それは。あのグーチョキパーと、あと井戸あります。井戸、はい、井戸、井戸って井戸水の井戸、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 グーチョキパー、井戸、井戸、井戸、これグーとさ、井戸、井戸、これごまかせるよ、これグーやったって、こうやってね、説明しよう。このフランス式じゃんけん、井戸はグーとチョキ2つに勝つが、パーに負ける。井戸の使い方が勝敗を分けるぞ。井戸出したいよね。井戸出したくなるのよ、こうやっぱ最初に、やっぱね、誰よりも先に出したいもんね。出したいね。一番最初に、日本人で初めて最初に出したいじゃん。これも井戸、やっぱ井戸行きたいね。出したい。最初はみんなで井戸から行ってみます？
え？いやいやそんなことない。まあ出したい気持ちはすごいあるよ。最初は井戸にしようかじゃあ。最初は井戸にしようか。最初は井戸。最初は井戸でみんな公平に出そうよ。それはいい。ね、それいいっすね。行きましょう。最初は井戸。じゃんけんぽい。やったー。パー出すその1個裏を書いてちょっと言ってんだもん。やっぱ女ずる賢い ねじゃあこっからが本当の勝負だね。そうっすね。うん、いくよ、うん、待って、うん、最初は井戸じゃんけんぽん。イエーイ。やった井戸で勝った。井戸で負けた。ただ井戸で負けたやつ初めてじゃない。ということで敗者は小木に決定。お、さあ来ました。来た。これも、わー、これちゃんとね、いい香り。おぎさんだけパンだけっていう。これ何、これはフォアグラ入りのマカロニトリュフソースかけ。フォアグラ入りのマカロニトリュフソースかけ。これはですね、お値段なんと80ユーロしますね。マカロニの穴の中にはなんとペースト状に下処理された世界三大珍味の一つフォアグラがぎっしり。さらにソースに使われるのはこちらも世界三大珍味の一つトリュフのペースト。子牛と野菜を6時間じっくり煮込んで旨味を抽出したベースに丸々一粒分ほどのトリュフを溶かし込みます。フォアグラとトリュフという2つの三大珍味を一度に味わえてしまう最高級の一皿。じゃちょっとつけてソースつけてね。それがトリュフソース。トリュフソースね、どうですか。うまいでしょ。うん、うまい。何か間違ったこと一個もしない。してない。うん、正解で。正解。間違い探しできないこれ。うん。いただきます。ああ中からブワって出てくるんですよね。うん。うん、何が、うん。フォアグラのうまみが。うまみがね。これ本当食べさせてあげたいおぎに。本当、うん。これ食べなきゃ損。ちょっとね。グラタンみたいに焦げてんの、あのマカロニが、うん、うわ焦げたグラタンの味ってやばいね、その表現で。あ、でも全部平らげちゃうんだね、すごいね。これね、パンにつけてとか。パンあるよ。俺とパンの、ね、いいっすか。パン欲しい。あ、欲しいっすね。パン欲しい、パン。絶対ダメだよ。パンが欲しい。ほら俺のパンだからさ。あ、それ本当だ、うまい。うまい、本当にうまい。さあやってまいりました、2品目です。お、2品目もちょっとね、うん、じゃんけんしますから。最初は井戸ね。最初は井戸からいこう。ちょっと待って、待ってよ。さっきはね、裏に負けたんだよ。だこの俺が井戸に負けたから。こうなってくるとグー弱いんだけど、グーで勝つとかかっこよくないですか。あえて、あえてグーで勝つ。そう、最初は井戸、じゃんけん井戸。なんで汚ねえよ。すごい考えたね。最初は井戸、じゃんけんぽい。続く2回戦は矢作が勝ち抜け。さあ行こう。最初は井戸、じゃんけんぽい。またまたピエール小木敗北、屈辱の2連敗。じゃあお願いしますね、ミッシェル。本当に邪魔だな。はい、うん、はい、きた。うわー、うわー、うわー、めちゃくちゃ美味しそう。うわー、美味しそう。やばい。これは何ていう料理ですか。デロマー avec une infusion de courgette marinée, carotte, orange au gingembre。 おー、オレンジソース。オレンジソース。オマールエビ。オマールエビが見えてる。使われるのはフランス西部の沿岸部でしか取れないという貴重なブルーオマールエビ。ズッキーニ、アボカドなどの野菜とともに盛り付けられます。味の決め手は人参の甘みとオレンジの酸味が絶妙な割合でマッチする門外不出のソース。日本人にはちょっと馴染みが薄いソースの味とは。ちょっといただきますね。はい、まずかってほしいな。まずけりゃいいな。絶対ソース、まずけりゃいい。まずいソース、まずいなりますように。まずい。うーん、まずいか。まずい。まずいね。まずいね。おい。うわちょっとね、次元が違うぐらい美味しいよ、うん、このオマールエビ。本当に美味しいっすね、うん、オレンジソースと人参、うん、これが合うのよ。ちょっとなんか
酸味も少しあるけど、人参のその香りもすごいして、多分おぎ食べたらほんの美味しい思われる、初めて食べたら多分言うと、人参とオレンジソースをエビに絡めちゃうなんて絶対合わないじゃん。ざまだね、ざまだね、これうるせえな、うるせえな高級フレンチを堪能した一行、続いて競馬のルーツが学べるという場所へ。やばいね、雨降ってきたね、ちょっと結構雨降ってきたし、寒いね、これもうどこなの？ここはね、実はあ、来た来た来た、おー、馬が走ってる。そうなんですよ、ただなんか後ろになんかつけて走ってる、つけて走ってるでしょ、うん、ここはね、皆さんに喜んでもらおうと思いましてね、うん、今日はあれに乗ってもらおうということで、え、あれに？いや、そうでしょ、みんなだって、まあ、やだよ、こんな雨降ってるすっごい乗りたいのに、あれ人気あるんですよ、こっちでは。この寒さとこの雨の中は、とりあえず一行は敷地の奥へ。どうしよう、前で。わあ、見て見て見て、ほら、すごいっすね、すごいコースになってるよ、すごい、大きいね。これがそのね、トロットってやつなんですよね。トロット、でトロットのここがトレーセンなんですよ。あ、トレーニングセンター。トロットとは馬車を引いて速さを競う競馬の一種。フランスにはこのトロット専用の競馬場もあり、日本の競馬と同じように観客の前でレースが開催される。木さん、レースはこれいつやってるんですか？レース、うん、これはミシェル毎日やってます。毎日？へえ、これはね、日本でもね、うん、昔やってたらしいですよ、これは。そうなの？トロットは東京とか札幌とかね、うん、あ、ちゃんとトロット競馬場でやってたんだ。はい、何年ぐらい前までやってたの？これミシェル何年ぐらい前まで？それ分かんないよ、ミシェル。日本のこと聞いちゃダメだよ、ミシェルに。分かんないですよ、ミシェルに回すんだからこれは天気良かったら乗ってみたかったな。天気が良かったらね、残念でもやっぱり、マジで残念。皆さん喜んでください。なんと今日やめて、皆さん乗ることができるんです。ここで乗ることができるんですよ、皆さん。いや、天気が良かった。雨のせいか不評。そこでさあ皆さん、うんうん、文句の方があったんでちょっとね、屋根付きのところにね、うんうん、しましたよ、うん、そして二人乗りのねこういうトロット、うん、今回、まあ、こうご用意しましたんで、一人この中から誰かに乗ってもらいます、うん、ね、おお、どうします？でもこれだったらちょっと乗ってみたいな。あ、じゃあ矢作乗りましょう。あ、もうそんな早く乗っていいの？じゃあ乗りたいのいいよ、もう矢作で。俺乗っていい？うん。あ、そう、すんなり行った、すんなり行ったよ。いいな、これは楽しいな、絶対。なんかそう言われるとなんか乗るじゃん、楽しすぎる。いいな、確かこれが晴れてて、さっきの外とかね、気持ちいいですよ。やればもうすごい気持ちよかったなのに。来た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 、ヤハギドライバー、来た、すげえ、ユクロース、ユクロース、来た来た来た。なんで顔あんなに前動いてんの？なんか右に左に。何が何なの？バン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 。結構回るのね。一瞬じゃないのね。これ誰かがもういいですって言わない限り回り続けるんじゃん。ずっと回ってるから。永遠に。Are you ready? Yeah. OK。そういえば何周するねみたいに決めてなかったです。すげえ飛ばしてる。すげえ速いよあれ。速い。あれレースぐらいの速さやってますよ。おお、速い。来た来た来た。走ってるもん、ちゃんと馬が。おお、速い速い速い。止まんない止まんない。顔横に何だろうこれは。このトロット最高速度はなんと50キロ。サラブレッドが時速60キロぐらいなので意外に速い。おっさんになったな。あとなんか縮んだ気がしませんか？どうした？あのゆっくりさ走ってる時は楽しかったんだけどさ、うん、ちょっとさ飛ばすとさ、すっごい口の中に土が入ってくるんだよ。土がふわーってくるんだ。でも結構危険なスポーツだってことは俺は感じたよね。半分も出してないぐらいだと思うよ。出してないよね。それに10頭とかもし歩いたら横がね、危ない危ない、ぶつかるから。ほんと怖いよ。競馬の一種としてフランスで楽しまれているこのトロット、実はその歴史は古い。そこで一行はトレセン内に併設されたトロット博物館へ。こっち見てください皆さん、この壁、壁これね、素敵な壁が見える。この絵がですね、今から3000年前のこのローマの時代の、3000年3000年前ですの絵なんですけども、
これもうトロットやってるんですよね。やってんだ。3000年前でもうやってんです。すごい歴史でしょ。もともと戦車として使われていた馬車を競わせ始めたのが今からおよそ3000年前。これが馬の速さを競わせる競技、競馬のルーツと考えられている。そして1540年にはイギリスの貴族によって専用の競技場で決められたルールのもと行う競馬、近代競馬が誕生。後に全世界へ広まるこの近代競馬、フランスには今から300年前に持ち込まれた。対して日本の歴史はまだ浅く150年。しかし節目となる年、満を持して凱旋門賞に参戦するオルフェーブル。果たして世界との差はいかなるものか。まだ150年なんですけども、今もうやっぱ力が日本どんどん今つけてますから、うん、そうだね、だから今回もオルフェーブルみたいなああいう馬がもうほぼフランスの馬とも競い合えるぐらいの、まあ、同等ですよね、まで来たと。日本人の細やかなね、そういうケアとかいろいろ気がつくところっていうのが、ね、歴史の長さだけじゃないんですね。そうなんですね、うん、いやそういう情報欲しいよ。はい、うん、じゃあ一応ね、その情報を一応こちらの方で伝えましたので、うんうん、ここは以上となっております。初めてまともなこと言ったんだよ。はいはい、いやー、はい、よかった。ここで働き者のゆうきは別番組の撮影があるため一旦お別れということで、ピエール・オリツアーは男3人で再びパリ市内へ。明日凱旋門に行くんですよ僕らは、うん、ね、うん、やっぱそこでもやっぱ俺らモテたいじゃん。モテたいよ。いい女がすげえ来るから、ちょっとおしゃれしてさ行こうよ。おしゃれしたいっすよ。おしゃれしたいよね。俺だって、うん、本当にパリで、うん、結構いい感じの出会いしたいっすもん。実はなんと、うん、こちらのお店、うん、ピエールカルダ。おピエールカルダ、あの有名なピエールカルダ、あの有名なパリコレにもね、おなじみのあのピエールカルダで揃いちゃいましょう。いいの、ね、行きましょう行きましょう。行こう行こう行こう。ピエールカルダいいよ。それはすごい。凱旋門ってやっぱみんなが着飾ってきますから。そうだ確かに。ボンジュール、ボンジュール。いろいろありますけども、わなんだこのサングラス。かっこいい。凱旋門とこういうので言ったらなんか目立ちそうだね。かっこいい。ちょっと手をかけてみて。あいいかも。青未来のなんか宇宙のそういうなんかどっか違う星から来た王子様って感じで。世界で最も有名なデザイナーピエール・カルダ、そのデザインは宇宙的かつ未来的なものである。その本店であるこのショップにはカルダンがデザインし実際にパリコレで発表された作品がずらり。いろいろとなんかじゃあ店員さんに見繕ってもらえます？ということでまずは王子をコーディネート。持てるこれ。OK?OK?OK? リアリー？行きましょう。王子。はい。おお。まあ、本当にあの宇宙なのね。本当ね。宇宙人の寝巻き？寝巻きなのかね。宇宙人の部屋着なのかな。どうじゃんこれ、モテんじゃないの、わかんない。ミシェル。どうモテる？お。あマジで。フランスはこれなんだよ。これ入れます凱旋門。いいと思うよ。行けんすかこれ。上まで行ってもまたかっこいい。上まで行っていい？おお、かっこいい、かっこいい。これが浮いていいじゃん。浮いてここがブランブランするな。あ、いいな。振り子。すごい。いい。マジっすか。これいいよ。日本に売ってますか？セムデラの、まだ出てないです。ほら。あら。こちらも、パリコレへ出展するために作られた、世界で一つしかない貴重な作品。これちなみに、おいくらするのかちょっと聞いてみて。セシミササヨホ。6500ユーロです。えぇ、ー、60万円以上すんだ。買った方がいいよ、うん、どうせオルフェーブであれなんだから、うん、売ってんだから。マジで、うん、これいつ着るんですか。いや俺の番だよ。俺はね、矢作は言っちゃダメよ、そういうこれだとかじゃ。いや俺自分で決めるよ。ダメよ、だからそういうのは。俺話を信用できないんだよ。さんざん今褒めしてたよ。面白い。これでいいって言って。あれ。あ、
やべ。でもね、多分なんだあんだよ、ヤギないし。確かに大悟とタイプ違うもんね。そう。パリにあるピエールカルダンへやってきた一行。呼んでみましょう。はい。ヤギさん。はーい。なんだその三角なんで三角なんで三角その話題何笑ってんだよ後ろは前らが笑うんだったらまだいいけどなあの店員さんもちょっと笑ってたから後ろどうなってる後ろはこう後ろはそうなんだ前がすげえなるほどじゃあ前見る前見るでもなんか三角じゃヤギの乳首とへそって完全になんか黄金比でできてるからぴったりなの黄金比なのほらすげえ発見じゃんこれあ、そっかメガネがおかしいんだもう日本人っぽくなっちゃってるからいやだってここにかけたかったけどここまで行っちゃうんだからこの胸元のここが V ネックみたいなね V ネックがここまで行っちゃってるからそれぞれかっこいいねあーいいいいナンパだって絶対成功するフランス人とかこんなのいくらですかこれは c'est donc le prix c'est le prix est à 9200 euros 9200 euros ですえおお100万近いってことえ100万すんのえ実は香水の CM 撮影のためだけにデザインされた特注品のためこんなにも高額に凱旋門これ言ったらかっこいいよ入れるわけない凱旋門じゃこれ入れるわけないだろ入れるってこれはドレスコードじゃないってドレスコードだよ、うん、何がダメなのか分かんねえじゃんショッピングを楽しんだ小木ツアー続いて4つ目のスポットへここで別番組の仕事を終えた結城も再合流ピエール小木ツアーが案内するスポットとは凱旋門賞でですね我ら日本代表オルフェーブルに騎乗するのはスミヨンでしょスミヨン騎手はいジョッキーです次で、うん、皆さんを案内するのはそこソルマニというお店ですがそのスミヨン騎手が通う名店のイタリアンなんですねおーイタリアンそうなんです今回の凱旋門賞で日本競馬界初の悲願を託されオルフェーブルに騎乗するクリストフ・スミヨン騎手彼はフランス競馬でリーディングジョッキーに4度輝き凱旋門賞を2度も勝っている世界的トップジョッキーなんですそんなスミヨン騎手が通うというこちらのお店さあ一流のジョッキーが愛するイタリアンとはさあ皆さん、はい、このレストランですね、うん、そのスミヨン騎手が毎回欠かさず食べるという料理を用意してもらってますから出たオッケー気合い入るねトップ棋士ですからねおうおうなんだ今盛り上がってるとおい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 うちのミッシェルがまた3人分しか予約してませんよこれまたしてもお約束の発注ミスそこでおぎひげ危機一髪でいざ勝負スミヨン騎士の大好物を食べられないのは誰だ頼むおぎねえおぎひげ時間短縮時間短縮いっちゃえまあ2発目もありえないねおぎの隣でいいですおぎの隣おぎの隣金髪なんだから小木の隣は一番ダメなんです小木の隣はダメ勝負はあっさりやはり敗北何なんか鍋みたいなの乗ってる鍋って何うわこれすごいこれは何ていう料理ですかこれはこれは前菜で、目玉焼き の, あのたっぷりトリュフのせですうわすてきゴージャス卵の下にはパルメザンチーズ、ホワイトソースが敷き詰められオーブンで半熟に焼き上げます仕上げに使うのはこの黒トリュフお皿一面にスライスされたトリュフの香りが鼻孔をくすぐる一皿半熟の卵ですねちょっといただきます
卵が美味しい。トリュフもそうなんだけど卵がすごい。卵自体がトリュフより卵、あ、トリュフより卵の方が美味しい。すごいコクがある、うん、クリーミーな、まあ、目玉焼きなんですけど、うん、でやっぱり塩がいい感じに効いてますよね。塩か、いい塩か、これいい塩なの。塩がいい感じに効いてること分かってなかったわ。いや、いい塩が、これ食べた後のコメントとして。これスミョンさんもいつも必ず頼むメニューなんですよね。これはね、欠かさず食べてるものなんですよ。どこが気に入ってるんでしょうね。Alors, la simplicité et la truffe noire。シンプルだから止まんないですよね、本当に食べちゃう、すごい。いけちゃうの。結構高いのかな、目玉焼きだけど。あ、これいくらすんの。スパイさんと60ユーロです。目玉焼きだよ。60、より美味しく感じる。より美味しく感じるよね、6000円で聞くとね。あ、もう今最低の発言したね。でも聞いてからより美味しいって。うん、余計美味しいわ。あ、すいません、料理お願いします。うん。何すごいの。わー、トリプルセットすごい。こちらがスミヨン騎手が毎回必ず頼むという3種類のパスタの盛り合わせ。フランスキノコのラビオリ、アサリのボンゴレ、そしてお店名物のラザニアを一度に味わえるボリューム満点の一皿。ラザニアにはスミヨン騎手のリクエストでまたまた大好きなトリュフがたっぷりとスライスされています。この料理は普通メニューには入ってないんですけど、スミオさんが特別に作ってもらってるみたいです。あ、そうなんだ、はい、盛り合わせみたいな、はい、美味しいとこ取りの、ね、さっきから見てたらこのラザーニャが凱旋門に見えてきたんですよ。もう相当これ幻覚見えてきてるね。近くなってきて、もう明日はやっぱ凱旋門賞なんで。 あ、すごい。あ、うまそう。うわー、いいっすか、じゃあ。やべえ。やばい。どうぞ。超えた。来た。来た。超えた。超えた。ごばしんさ。ごばしんさ。想像のごばしんさ。おお。スミヨン騎手ってお酒とか飲まれるんですか。ワイン飲みます。うん。スミヨンジョッキーってやっぱり普段減量してると思われるじゃないですか。これ。今日のすごい量多いですよね。これちょっとボリュームすごいよ。En règle générale, oui, fini tout. Mais je pense qu'il fait un régime après. これ食べたら強くなるわ、確かに。俺もうお腹いっぱい。いや、まあなかなかのボリュームなんですよ、これは。確かにボリュームがある。お腹いっぱいだ、俺。頭おかしいよな、お前たち。お前たち頭おかしいと思うぞ。よく食べた。だって食べれないんだもん、本当に。だから俺が食べた方がいい。でもゲームやったからダメだよ、だってゲームやったんだ。マレーしないよ。マレーで撮ってんだから。ということでね、一緒にウェーブルを応援しましょう。確かに、ね、これね。